あ、ちょっとオンにしてるとずっと動き続けるから、うん、オフにしとかなきゃいけないんだよな。さあ、本日も宮本家で、うん、質問ですね。はい、今回もちょっとまあリクエストがあったので、うん、リクエストはい、うん、まあ、すっちゃんつぶちゃんはさ、例えばお供え物は味じゃなくて匂いで、まあそうやって言ってくれてるね、うん、それと同じ感じで、うん、例えば、まあ、前俺言ったけど、うん、昔ペット飼ってて、うん、実家で、うん、ペットがいるような気がする言うてたね。コメントでも、うん、あ、私も同じ経験ありますって言ってたし、結構コメント言ってたよ。亡くなったペットがいるって感じた時、うん、そのペットの匂いがするんですって。結構ちょっと俺もそれ分かんない。あ、分かるんや。そうそう、だから亡くなった方とか、うん、まあ、ペットとかもだけど、匂いでアピールすることができるんですかという。あ、自分の存在を知らせるという。だから他にもやっぱコメントでその亡くなった、うん、まあ、家族 の、 そのシャンプーの匂いというか、うん、なんつうんだろう、その人の匂いがすることがありましたっていう。そうそう、で匂いでアピールすることはできるんですかっていう質問。匂いはちゃんと届くんかな。まあ、え、いや、なんか、いや、お前がなんか、俺は別に生きてる人間やから。だからお前がもし匂いでアピールできるんだったら、俺なんかごめん。だからじゃあ俺が死んでもずっと漫才できるってことだ。っていうか、まあお前が、まあ、死んで、俺なんかここ今山中いるのかな。玉ねぎの匂い。あ、違うって。俺だから、もし匂いでなんか伝えられるなら、うん、俺多分なんか住んでるんやって、俺の口の中に。そういうことじゃない。とも、一緒にいたからな、この中にってことだな。でも、だからお前さ、何、最初あそこ引っ越した時、うん、匂いが変だったって。いや、言ってたね。そうそう。これ多分動画としても言ってたの。そう、動画でも言ってた。いや、匂いめっちゃおかしかった、なんか。その最初引っ越し、作業の時でしょ。うん、もうずーっと消臭スプレーが出てたの。どんな匂いだったんだっけ。なんやろな、いや俺ほんと嗅いだことないよ。甘いような、なんかそんな甘かった。俺も最初入った時、まあちょっとその感じ、最初の頃はまだしばらく感じでツンとする、なんていうのかな、ちょっとあんま嗅いだことないような感じじゃなかった。あんまいいものではいいものじゃなかった、うん、でもしあれがさ、例えば、うん、せっちゃんつぶちゃんがアピールしてる匂いだとするじゃん。今あの匂い全くしないで部屋の中玉ねぎの匂いだから、お前の匂いが勝ったってこと。消してったってことだ。私、俺ずーっと消臭スプレーかけてたっていうのも、うん、失礼な話にもなる。っていうか、せっちゃん、つーちゃんからすると、いや、お前自分にかけろよってか。うるせえな、まあ、もうええやろ、俺の玉ねぎ。お前が自分で消臭してる。俺の消臭はええやろ。なんで私たちにみたいな、多分思ってたのな。うるせえな。うん、まあまあ、ちょっとそれも含めて。まあ、まあ、とりあえず匂いでアピールっていうのは、俺はでもだから前言ったように、ペットの、そうそう、匂いとかはあったとかあるから、そっか。まあ、ちょっと聞いてみましょう。うん、じゃあ聞いてみましょう。じゃあ行きましょう。はい。さあ、セッティングが完了しました。うん、まあ、いつも通り左がせっちゃん、うん、右がつーちゃん、うん、真ん中が答えたくない。はい、で、奥が、まあ、亡くなった方は匂いで存在を教えてくれることができますかという質問ですね。まあ、ちょっとどうなるかやってみましょう。じゃあ、まあ、いつも通りいきますか。じゃあ、いきましょう。はい。
今度お前が俺どうしても入れたいってとこ全然受けねえじゃねえか。